テンプスランプチャンネル始まりました。よいしょ。テンプスランプ吉永です。どうもしろきです。今回も2人です。またいないの？はい。何してんのあいつ。ねえ、まあ3本撮りなんでそうなんですけども、それははい、そうです。はい、はい、3本撮りだから3日間連続でいなかったみたいな演出になってますけどもまあ3本撮りなんで、はい、それはそうなんですけど、それはそうなんですけども、はい、はい、で本日は篠崎美濃の選手最年長記録レース集。はい、渋いな。はい、篠崎美濃選手が持ってる最年長優勝記録と、うん、最年長 G2 勝利記録と SG 最年長記録レースを皆様にお届けしたいなと思います。篠崎選手は結構名前出るよね、俺ら。そうね。でしかもね、いま、うん、だに結構強いよね、しぶといレースする、うん、はい。まあ他にね、鈴木明夫選手っていう最年長勝利を持った選手もいますけれども、うん、それはまた別の動画でちょっとお見せしようかなと思います、はい。まあ、優勝と記念の最年長記録なんだ。記念の最年長勝利、勝利、うん、優勝じゃなくて、うん、はい、そのレースを3本お届けしたいなと思います、はい。ということでじゃあ1本目見ていきましょう。メンバーこちらです。川口オートレース場で行いました一般開催の優勝戦でございます、うん。この当時67歳です。67歳で最年長優勝のレース、はい、ということでございます、はい。見てください、 10m 後ろに、うん、バリバリの木村拓選手、そうね、がいる中ね、 10m 前ですよ、うん、それが優勝するんですよ、はい。ということで、じゃあ見ていきたいなと思います。ということで見ていきましょう。どうぞ。ゴッドプレス切ります。7号車遠藤のフライングによって再発走、3秒前、12レース優勝戦スタートしました。さあ 10m ラインのスタート争いでありますが、相当から篠崎加速をするんですが、内側からいっぱいに2番の鈴木辰巳が先行しました。さあ鈴木辰巳の先行をまずは篠崎が突破する。内側から篠崎が差しまして、ここで2番手に上がっています。深澤が逃げる体勢、2番手には人気の篠崎、おっと内側に降りてくるような感じ。なんとか3番の篠崎実が2番手キープしています。1番の深澤が先頭です。さあこの逃げを捕まえたい3番の篠崎実。3番手には鈴木辰巳が続いています。このインコースから攻めようというのは4番の五十嵐です。4コーナーを立ち上がります。残りは4周回、1番の深澤が逃げる、2番手は3番の篠崎です。じっくり深澤の動きを見定めている3番の篠崎であります。篠崎がここで入ってまいりました。さあ入ってまいりました。おそらくは自身の青写真通りの展開にはなったはずです。篠崎が先頭、残りは3周回、鈴木辰巳が続いていく、鈴木辰巳が続いていく、その後ろから五十嵐、さらには黒岩が大競り、ここに木村武史が一気にインコースから一刀両断でありますが、相当からかぶせにかかっているのは5番の黒岩明です。先頭は篠崎実、残り2周回、2番手は鈴木辰巳、木村武史が3番手に現れました。木村武史が3番手に現れましたが、さあ 10m 線の篠崎、鈴木辰巳、百戦錬磨が先頭2番手を形成しています。この壁は分厚いか、外から木村が攻める、外から木村が攻める、ラスト1周回、先頭は篠崎実であります。弱い67、不可能を可能にするスーパーレジェンドが頑張っています。最終コーナー篠崎先頭だ、外から鈴木辰巳、篠崎が先頭だ。森園和俊の63歳、10ヶ月を大幅に更新する最年長優勝記録。2連勝単式3番2番1410円5番人気、2連勝複式2、3 1110円4番人気。篠崎実乃選手、うん、往年のテクニックを駆使して見事最年長優勝ですよ。優勝したね、これで。いや素晴らしかった。まあ走ってたら67歳とは分かんないな。分かんない本当に、まあ、いや本当にでもね、走りが若々しい。若い ね、はい、すごい。あ、いや本当に素晴らしかったですね、はい。ということで、うん、じゃあ続いて2本目、はい、2本目見ていきたいなと思います。メンバーこちらです。はい、こちら、はい、川口で行いました G2 川口記念の選抜戦なんですけども、はい、こちらですね、うん、この時の年齢72歳ということで。なるほど、はい、72歳で、うん、記録更新です。記録更新ということで、はいはい、これね、うん、まあ、一応最終日なんですけども、うん、その前のね2日目にも、うん、はい、またね勝利してるんですよ。なるほど。で節間で2回、うん、記録を更新してるということで、だから自分の記録を更新したってことね。はい、まあ、はい、これあれですね、 G2 の勝利記録です。あ、なるほど。 G2 における勝利記録なんで、はい、はいはい、ということで、はい、じゃあ早速見ていきましょう。どうぞ。ゴッドです。発走でございます。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前、2次予選 B 第4レーススタートしました。
10メートル線では石井大志がいいスタートを切りました。外頭からかましてくるのは篠崎実、一気に棋戦を制しました。そして5番の吉松勇樹、思想タイムは劣勢でありましたが、まずは好スタートから貯金を作りたいところ。一周3コーナーで鎌原の内を潜り込もうとする篠崎実、ここで篠崎は先頭に立ちました。間をかいくぐって石井大志、スーッと2番手に上がりました。レースは2周目に入ります。インコースを回るのは篠崎実、最短コースを走っています。そしてアウトコースからスピードに乗って石井大志、大勢いは十分、先頭の篠崎に並びかけています。3コーナーから4コーナー内側から突っ込みで稼いでいくのは篠崎実でありますが、外から大胆に3番の石井大志、両選手対極なライン取り。3番手はここで5番の吉松をかわした6番の黒岩明が単独3番手に上がってきています。後方5番手には黒川恭介。さあ先頭争いはほぼ五分五分の勝負であります。わずかに4番の篠崎はカーブで稼いでいますが、この立ち上がりでは完全に石井大志が並ぼうとしています。先頭争いはサイドバイサイド、3番手は6番の黒岩明、さらには吉松、中段5番手から前を伺ってくるのは黒川恭介。さあ先頭争いは貪欲に外からチャレンジする石井大志でありますが、4番の篠崎は一歩も譲らない競争であります。インコース初始貫徹のライディング、4番の篠崎実が先頭、残りは2周回、レースは終盤戦に入ります。今のゴールライン上ではほぼほぼ互角でした。これは最後の最後、ゴール線上まだ分かりません。さあ現在篠崎が3写真ほどリード。この後のホームスレッジ側のライン上ではどのような感じになるのか。3番手は6番の黒岩明、残り1周に間もなく入ります。おお、ここでもほぼ5分だ。最終周回に入っています。4番の篠崎は先頭です。石井大志、さあバックスレッジでどこまで稼いでいくのか。もう一度篠崎は再加速をしまして再度リードを作っていきました。篠崎実が先頭です。石井大志2番手の位置、3番手は6番の黒岩明、まもなくチェッカーフラッグ、篠崎実が制しました。ゴールイン。第4レース二次予選 B、 4番の篠崎実が人気に応えました。払い戻し金です。2連勝短式4番3番880円、5番人気。2連勝複式3と4の組400円、1番人気。はい、こちらね、まあ、雨だったんですけども、まあ、見事に篠崎選手、1着ということで、まあ、雨得意ですからね、はい、篠崎選手素晴らしいレースでした。はい、まだもう勝ったらもう記録更新っていう、もう山本昌パターン、ね、そうだね、自分の記録を更新していくという、そういうことか確かに、だから節間でも更新できるっていうね。まあその自分しかいないからね。そう、もう、はい、それより、あ、ごめんですか、まあ強選手とかいるからな、えからまあ何度も言えないけど、まあね、この記録をね、塗り替えられるとしたらワンちゃん鈴木明夫選手かなと思うんですけども、なるほど、はい、はい、まあ、篠崎実選手ね、素晴らしいですね。はい、じゃ続いて3本目、はい、見ていきたいなと思います。メンバーこちらです。はい、こちら、川口オートレース場で行いましたオールスターオートレースの準々決勝戦のレースとなっております、はい、でこの当時の年齢73歳です。おお、はい、すごいね、最近だもんな、うん、最近、うん、73歳だもんな、すごいよな。でこれで1着取って、うん、準決勝に進出するんですよ。おお、いやすごいよね、すごい SG の準決勝出るってすごいからね、まず、うん、はい、そんな篠崎実選手なんですけどもね、はい、はい、どういった感じで勝ったのか見ていきたいなと思います、うん、ということで見ていきましょう、どうぞ。ゴッドブレス。6レースの発走でございます。5秒切ります。3秒前、6レース準々決勝をスタートしました。3番のベップ傾向がポーンと飛び出してハンデゼロに迫りますが、篠崎はしっかりスターター残しました。篠崎実の主導権です。別府が少し膨らんで5番の神谷田内を狙いましたが入りきりません。10メートル線から別府が先手を取りました。さらには神谷田、そして尾形、インコースから1番人気の若井友和がこの4コーナーでは4番手に上がろうとしています。さあ別府が戻ってきまして今2番手の位置、篠崎実が確かなハンドルマークでインコースを開けません。3番の別府が2番手の位置、5番の神谷田3番手、さらには7番の若井友和がインコースを狙いましたが入りきれません。中段からは外を攻める渡辺篤、今若井に並びかけようとしております。このまま行きそうな雰囲気は十分、篠崎実が先頭だ、別府慶吾2番手の位置、さらには5番の神谷田やや膨らんだ、ここで救ってくるのは7番の若井友和、5番の神谷田のインコースを捉えて若井友和が3番手にさらに番手を上げました。3コーナーから4コーナーのカーブ、両選手が少し交錯するような感じになりました。
1番の篠崎の主導権です。2番手は別府慶吾、さらには若井友和が続いています。2番手争いは3番の別府がリード、前輪かかる若井友和でありますが、ここは3番の別府慶吾が2番手踏みとどまっています。若井友和3番手確かなライディング、1番の篠崎実が先頭だ。2番手は別府慶吾、焦点は2着争いとなりそうだ。残りは2周回終盤戦、さあ若井がインコースが開かないと見てまくっていく、まくっていく。ここで3番の別府の前に若井友和、地元のリーダーが2番手で上がっています。先頭は1番の篠崎実であります。篠崎は先頭だ。ぐいぐいと差を詰めてくる若井友和がおります。4コーナーを立ち上がりまして、残り1周のブルーブラック、1番の篠崎実、準々決勝クリアまであと1周を切っています。7番の若井友和が2番手の位置、最後はだいぶ近いところまで上がってまいりました。最後のコーナーに向かっています。篠崎わずかに先頭だ。7番の若井が最終コーナー追いついて、まもなくチェッカーフラッグ、篠崎先頭だ。これで SG 最年長1着記録更新。払い戻し金です。2連勝短式1番7番1060円5番人気、2連勝複式1と7の組420円2番人気。はい、こちらもね、雨だったんですけども、うん、準々決勝で見事一着で、はい、これで準決勝進出ということで、これは SG 最年長勝利記録。そうでございます。はい、はい、これで優出してたら、うん、SG 最年長優出記録も、ね、なるほど、あったかもしれないですね、はい、準決勝で進出した時に勝ってれば、うん、ね、いやでも素晴らしい、いや素晴らしいよ、準決勝まで行ったっていうのはすごいからね、うん、いやー、篠崎美濃選手これまだ22年の4月29日だから、うん、まだまだいけるということで、ね、うん、まだまだいける、まだ今年も全然、そう、バリ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 更新できる可能性があるということ、この動画出すまでに何かの記録を更新しちゃう可能性もある、ね、あ、一般開催とかの優勝とか ね優勝記録とかあるかもしれない、はい、はい、いや、すごいよね、うん、まあでも、家族でこんなおじいちゃんだったら憧れかな、まあそうね、うん、自慢できるな、稼いでるしね、稼いでる障害賃金で言うと結構えぐい、いやすごいんだよな、何十億って言ってるんだよな、だよ、うん、いやー、篠崎実選手、今後のね、うん、活躍も期待して、はい、そしてね、まだまだ現役で頑張っていただきたいなと思います、うん、はい、ということで、本日の動画こちらで終わりにしたいと思います。お願いします。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。